そういうことがもうはっきりした。それが選挙でもあったわけですが、そこで、ちょっと話を飛びましたが、戦後のつまり国難の将来とか何かということで書きましたがね、今グローバリズムという妖怪だというふうに書きました。こういう言い方は皆さん学校で習われましたね。今共産主義という妖怪が世界を徘徊しているっていう1948年の共産党宣言がそうだ、マルクスのね。でも今グローバリズムという妖怪が世界を徘徊している。そして結論を先に言いますと、もう40分経ちましたので言いますと、共産主義とグローバリズムは根が同じなんです。これが私のポイントの一つなんですね。だけども今、だから今のグローバリズムというのは、というか共産主義、今でも私は、最大の国難といいますか、それは共産主義思想だと思ってですね、日本共産党じゃないですよ、日本共産党は全く共産主義思想が分かってない政党ですから、だからあんなこと言ってるんですよね。つまりもう分かりですね、共産主義思想っていうのはウォールストリートの思想なんですよ。C さんなんてそんなこと全然思ってないでしょ。大資本は私たちの敵だなんて言ったけど、共産主義っていうのは大資本家の思想なんです。それが今グローバリズムという衣を着てるだけなんですよ。で皆さんの頭は混乱してきたと思いますね。いやそんなはずはないって言ってね、それは我々がそういうふうにマインドコントロールされてきたんですよ。共産主義はプロレタリアの味方だとかね、万国の労働者を団結しろなん、全然そういうことは起こらなかったですね。起こった、書いたマルクスだってそんなことが起こるなんて思ってなかったはずなんですよ。彼はそこまでは言ってないと思いますけどね。それはある一定の目的を達成するためのイデオロギーに過ぎなかったわけですよ。つまりもっとはっきり言えばユダヤ民族を解放するためのイデオロギーだったんですね。だからといって私は別にユダヤ陰謀論を唱えてるわけじゃないんです。その頃 のユダヤ民族というのは皆さんご存知ですね、ディアスポラで世界に散らばってた。で彼らは確かにそういう行き先々で差別されてたわけ、迫害されてたんですね。それはその通り。で彼らはじゃあどういうふうにして生き延びたらいいか、金融の力に頼らざるを得なかったということがあるわけです。ビジネスですね。しかしビジネスをやるにしても彼らが対象としたのは全世界を対象にしたビジネスなんです。つまり国民経済じゃないんですね。つまり彼らは国を持たなかったから。だからグローバリズムという思想っていうのは必然的にユダヤ思想から出てきてるんです。でこれは何もそのユダヤ人がどうかという問題じゃなくて思想の話をしてるんですね。これは私たちはそういうのに気づかなきゃいけない。解放思想ってのありますね、ルソー以降の。あれも誰を解放するのかということですね。で結局ユダヤ人を解放するということなんです。ただユダヤ人を解放するだけでは世界は乗ってこないから、虐げられた人々を解放するというそういう思想を作り上げたわけですね。だから解放思想というのは私は気をつけなければいけない。ユダヤ、虐げられたユダヤ民族を解放するというのはいいんですよ。私もそれは同情しますね、ユダヤ人に。だけども全世界の虐げられた人を解放しようという思想は果たしてどうでしょうかね。そこなんですね。そこが一緒になってる、あるいは一緒にされてきた、あるいはそういうふうにマインドコントロールされてきたっていうのがずっと戦後の教育であったと。教育だけじゃなくて知識人もそういうふうに見なしてきたということが言えると思うんですね。ウォーター・リップマンという人がいますね。アメリカの、ジャーナリストなんですが、もう世界のジャーナリストの鏡みたいに一頃はもてはやされましたね。ウォーター・リップマンはどういう人かって、もともとアメリカの諜報機関で働いていた人なんですがね、それは彼のちゃんとした何て言いますか、人名辞典を読みますと書いてあるんです。堂々と書いてある。で、ウォーター・リップマンという人はジャーナリストということになってますが、もともとはアメリカの軍部の諜報機関、情報機関にいた人なんですが、こういうふうに書いてあるんです。ウォーター・リップマンといった人は最初は社会主義者だった。つまり彼が
ウッド・ウィルソン大統領の、アドバイザーをしていた頃はなんとアメリカ人でですよ、社会主義者だったんです ね。ちなみにウィルソン大統領の周りはそういう社会主義者が取り囲んでたんですね。ハウス大佐っていうのもそうですが、そのウォーター・リップマンは最初は社会主義者だった。1920年代のアメリカ、20年代はね。その後彼はリベラリストになった。リベラリズムを信奉するようになったと書いた、ね、皆さんもリベラル、リベラルって言ってるでしょ。日本でもリベラルっていうとなんか知識人の証明みたいなことになってますよね。でも最初社会主義者のリップマンは次はリベラリストになった。でその後1960年には何になったかというとネオコンになったと書いた、ね、新保守主義っていうかネオコンサーバティズム、つまりネオコンの信奉者になったと書いた。そうするとそれを読みますとね、なんだウォーター・リップマンとしてはカメレオンみたいに次々次々変わる人かと思うでしょ。でもそうじゃないんです。その後にちゃんと書いてあるんです。でウォーター・リップマンは終生国際主義的な外交政策の支持者だったと書いた。でこれを皆さん一緒に読まなきゃいけないんですね。ということは答えを言いますと、社会主義もリベラリズムもネオコンもみんな国際主義なんです。これを我々は誤解してるんですよ。未だにリベラリズムがいいっていう日本人たくさんいますね。でもその人たちは国際主義者なん。国際主義って何かっていうと国境廃止主義者ですよ。日本の中でも私は地球市民だなんていう人いますね。そういう人たちですよ。そういう人たちで自分が国際主義者っていうか突き詰めれば共産主義者だっていうことは気づいてないんですよね。でも地球市民だって言ってる日本人結構いるでしょ。そういう人たちのことを言うんです。国際主義者っていうのはね。で世界で有名な人が、有名な人っていうかウォールストリートの人は国際主義者なんですが、堂々と私も本にも挙げときましたがね、ロックフェラーっていうのは皆さんご存知ですよね。ロックフェラーがデイビッド・ロックフェラーですが、ちゃんと自分で回顧録っていうのを数年前に書いて、ちゃんともう自分で告白してるんですね。私は国際主義者だと。ちょっとそのここにありますから見ていただければいいんですが、自分は国際主義者だ、自分は世界統一政府のために働いてきたと堂々と言ってるんですよ。でしかもどこが悪いのかと、皆さんも国際主義者になるべきだって言ってるんですよね。それが今のグローバリズムですよ。皆さん国境のことなんて考えちゃいけません、国境を廃止しなさいって言ってるんですよ。なぜ廃止しなきゃならないか、金も物も人も自由に移動した方がいいじゃないですか。そこがグローバリズムという妖怪の答えですよ。国境をなくしたら国家もいらなくなるんですが、まあ、国家そのものの民営化と書きましたけどね、これはなぜ国家そのものの民営化というものを書いたかというと、アメリカはすでに国家が民営化しつつあるんですね。アメリカの全部の刑務所じゃないですけども、一部の刑務所はもう民営化されてるんですよ。そうと刑務所が民営化されたらどうなりますか。会社になったらどんどん犯罪者を作らなきゃいけないですね。それで刑務所にぶち込んで懲役と仕事させるわけです。超低賃金労働をね。するとその刑務所運営会社は儲かるわけですよ。もうアメリカはそこまで行ってるんです、残念ながら、ね、取引先はアメリカ政府そのものが民営化されるんですよ。そうなりますね、論理的には。で最後はブロックフェアも言ってるように、そういうことがもうはっきりした。それが選挙でもあったわけですが、そこで、ちょっと話を飛びましたが、戦後のつまり国難の将来とか何かということで書きましたがね、
今グローバリズムという妖怪だというふうに書きました。こういう言い方は皆さん学校で習われましたね。今共産主義という妖怪が世界を徘徊しているっていう1948年の共産党宣言がそうだ、マルクスのね。でも今グローバリズムという妖怪が世界を徘徊している。そして結論を先に言いますと、もう40分経ちましたので言いますと、共産主義とグローバリズムは根が同じなんです。これが私のポイントの一つなんですね。だけども今、だから今のグローバリズムというのは、というか共産主義、今でも私は、最大の国難といいますか、それは共産主義思想だと思ってですね、日本共産党じゃないですよ、日本共産党は全く共産主義思想が分かってない政党ですから、だからあんなこと言ってるんですよね。つまりもう分かりですね、共産主義思想っていうのはウォールストリートの思想なんですよ。C さんなんてそんなこと全然と思ってないでしょ。大資本は私たちの敵だなんて言ってけど、共産主義っていうのは大資本家の思想なんです。それが今グローバリズムという衣を着てるだけなんですよ。で皆さんの頭は混乱してきたと思いますね。いやそんなはずはないっつってね、それは我々がそういうふうにマインドコントロールされてきたんですよ。共産主義はプロレタリアの味方だとかね、万国の労働者を団結しろなんて、全然そういうことは起こらなかったですね。起こった、書いたマルクスだってそんなことが起こるなんて思ってなかったはずなんですよ。彼はそこまでは言ってないと思いますけどね。それはある一定の目的を達成するためのイデオロギーに過ぎなかったわけですよ。つまりもっとはっきり言えば、ユダヤ民族を解放するためのイデオロギーだったんですね。だからといって私は別にユダヤ陰謀論を唱えてるわけじゃないんです。その頃 のユダヤ民族というのは皆さんご存知ですね、ディアスポラで世界に散らばってた。で彼らは確かにそういう行き先々で差別されてたわけ、迫害されてたんですね。それはその通りで、彼らはじゃあどういうふうにして生き延びたらいいか、金融の力に頼らざるを得なかったということがあるわけです。ビジネスですね。しかしビジネスをやるにしても彼らが対象としたのは全世界を対象にしたビジネスなんです。つまり国民経済じゃないんですね。つまり彼らは国を持たなかったから、だからグローバリズムという思想っていうのは必然的にユダヤ思想から出てきてるんです。でこれは何もそのユダヤ人がどうかという問題じゃなくて思想の話をしてるんですね。これは私たちはそういうのに気づかなきゃいけない。解放思想ってのありますね、ルソー以降の。あれも誰を解放するのかということですね。で結局ユダヤ人を解放するということなんです。ただユダヤ人を解放とアメリカ人でですよ、社会主義者だったんです ね。ちなみにウィルソン大統領の周りはそういう社会主義者が取り囲んでたんですね。ハウス大佐っていうのもそうですが、そのウォーター・リップマンは最初は社会主義者だった。1920年代のアメリカ、20年代はね。その後彼はリベラリストになった、リベラリズムを信奉するようになったと書いた、ね、皆さんもリベラル、リベラルって言ってるでしょ。日本でもリベラルっていうとなんか知識人の証明みたいなことになってますよね。でも最初社会主義者のリップマンは次はリベラリストになった。でその後1960年には何になったかというとネオコンになったと書いた、ね、新保守主義というかネオコンサーバティズム、つまりネオコンの信奉者になったと書いた。そうするとそれを読みますとね、なんだウォーター・リップマンという人はカメレオンみたいについついについつい変わる人かと思うでしょ。でもそうじゃないんです。その後にちゃんと書いてあるんです。でウォーター・リップマンは終生国際主義的な外交政策の支持者だったと書いた。でこれを皆さん一緒に読まなきゃいけないんですね。ということは答えを言いますと、社会主義もリベラリズムもネオコンもみんな国際主義なんです。これを我々は誤解してるんですよ。いまだにリベラリズムがいいっていう日本人たくさんいますね。でもその人たちは国際主義者なん。国際主義って何かっていうと国境廃止主義者ですよ。日本の中でも私をするだけでは世界は乗ってこないから、虐げられた人々を解放するというそういう思想を作り上げたわけですね。だから解放思想っていうのは私は気をつけなければいけない。
ユダヤ、虐げられたユダヤ民族を解放するっていうのはいいんですよ。私もそれは同情しますね、ユダヤ人に。だけども全世界の虐げられた人を解放しようという思想は果たしてどうでしょうかね。そこなんですね。そこが一緒になってる、あるいは一緒にされてきた、あるいはそういうふうにマインドコントロールされてきたっていうのがずっと戦後の教育であったと。教育だけじゃなくて知識人もそういうふうに見なしてきたということが言えると思うんですね。ウォーター・リップマンという人がいますね。アメリカの、ジャーナリストなんですが、もう世界のジャーナリストの鏡みたいに一頃はもてはやされましたね。ウォーター・リップマンはどういう人かって、もともとアメリカの諜報機関で働いていた人なんですがね、それは彼のちゃんとした、あ、なんて言いますか、人名辞典を読みますと書いてあるんです。堂々と書いてある。で、ウォーター・リップマンという人はジャーナリストということになってますが、もともとはアメリカの軍部の諜報機関、情報機関にいた人なんですが、こういうふうに書いてあるんです。ウォーター・リップマンといった人は最初は社会主義者だった。つまり彼がウッド・ウィルソン大統領の、アドバイザーをしていた頃は、なんちは地球市民だなんていう人いますね。そういう人たちですよ。そういう人たちで自分が国際主義者っていうか、突き詰めれば共産主義者だっていうことは気づいてないんですよね。でも地球市民だって言ってる日本人結構いるでしょ。そういう人たちのことを言うんです。国際主義者っていうのはね。で、世界で有名な人が、有名な人っていうか、ウォールストリートの人は国際主義者なんですが、堂々と、私も本にも挙げときましたがね、ロックフェラーっていうのは皆さんご存知ですよね。ロックフェラーが、デイビッド・ロックフェラーですが、ちゃんと自分で回顧録っていうのを数年前に書いて、ちゃんともう自分で告白してるんですね。私は国際主義者だと。ちょっとそのここにありますから見ていただければいいんですが、自分は国際主義者だ、自分は世界統一政府のために働いてきたと堂々と言ってるんですよ。で、しかもどこが悪いのかと、皆さんも国際主義者になるべきだって言ってるんですよね。それが今のグローバリズムですよ。皆さん国境のことなんて考えちゃいけません、国境を廃止しなさいって言ってるんですよ。なぜ廃止しなきゃならないか。金も物も人も自由に移動した方がいいじゃないですか。と解放するというそういう思想を作り上げたわけですね。だから解放思想というのは私は気をつけなければいけない。ユダヤ、虐げられたユダヤ民族を解放するというのはいいんですよ。私もそれは同情しますね、ユダヤ人に。だけども全世界の虐げられた人を解放しようという思想は果たしてどうでしょうかね。そこなんですね。そこが一緒になってる、あるいは一緒にされてきた、あるいはそういうふうにマインドコントロールされてきたっていうのがずっと戦後の教育であったと。教育だけじゃなくて知識人もそういうふうに見なしてきたということが言えると思うんですね。ウォーター・リップマンという人がいますね。アメリカのジャーナリストなんですが、もう世界のジャーナリストの鏡みたいに一頃はもてはやされましたね。ウォーター・リップマンはどういう人かって、もともとアメリカの諜報機関で働いていた人なんですがね、それは彼のちゃんとした、なんて言いますか、人名辞典を読みますと書いてあるんです。堂々と書いてある。で、ウォーター・リップマンという人はジャーナリストということになってますが、もともとはアメリカの軍部の諜報機関、情報機関にいた人なんですが、こういうふうに書いてあるんです。ウォーター・リップマンといった人は最初は社会主義者だった。つまり彼がウッド・ウィルソン大統領の、アドバイザーをしていた頃は、なんとアメリカ人でですよ、社会主義者だったんですね。ね、ちなみにウィルソン大統領の周りはそういう社会主義者が取り囲んでたんですね。ハウス大佐っていうのもそうですが、その
ウォーター・リップマンは最初は社会主義者だった。1920年代のアメリカ、20年代はね。その後彼はリベラリストになった。リベラリズムを信奉するようになったと書いた、ね、皆さんもリベラル、リベラルって言ってるでしょ。日本でもリベラルっていうとなんか知識人の証明みたいなことになってますよね。でも最初社会主義者のリップマンは次はリベラリストになった。でその後1960年には何になったかというとネオコンになったと書いた、ね、新保守主義っていうかネオコンサーバティズム、つまりネオコンの信奉者になったと書いた。そうするとそれを読みますとね、なんだウォーター・リップマンとしてはカメレオンみたいについついについつい変わる人かと思うでしょ。でもそうじゃないんです。その後にちゃんと書いたんです。でウォーター・リップマンは終生国際主義的な外交政策の支持者だったと書いた。でこれを皆さん一緒に読まなきゃいけないんですね。ということは答えを言いますと、社会主義もリベラリズムもネオコンもみんな国際主義なんです。これを我々は誤解してるんですよ。いまだにリベラリズムがいいっていう日本人たくさんいますね。でもその人たちは国際主義者なの。国際主義者って何かっていうと国境を廃止主義者ですよ。日本の中でも私は地球市民だなんていう人いますね。そういう人たちですよ。そういう人たちで自分が国際主義者っていうか突き詰めれば共産主義者だっていうことは気づいてないんですよね。でも地球市民だって言ってる日本人結構いるでしょ。そういう人たちのことを言うんです。国境国際主義者っていうのはね。で世界で有名な人が、有名な人っていうかウォールストリートの人は国際主義者なんですが、堂々と私も本にも挙げときましたがね、ロックフェラーっていうのは皆さんご存知ですよね。ロックフェラーが、デイビッド・ロックフェラーですが、ちゃんと自分で回顧録っていうのを数年前に書いて、ちゃんともう自分で告白してるんですね。私は国際主義者だと。ちょっとそのここにありますから見ていただければいいんですが、自分は国際主義者だ、自分は世界統一政府のために働いてきたと堂々と言ってるんですよ。でしかもどこが悪いのかと、皆さんも国際主義者になるべきだって言ってるんですよね。それが今のグローバリズムですよ。皆さん国境のことなんて考えちゃいけません、国境を廃止しなさいって言ってるんですよ。なぜ廃止しなきゃならないか、金も物も人も自由に移動した方がいいじゃないですか。そこがグローバリズムという妖怪の答えですよ。国境をなくしたら国家もいらなくなるんですが、まあ、国家そのものの民営化と書きましたけどね、これはなぜ国家そのものの民営化、そういうことがもうはっきりした。それが選挙でもあったわけですが、そこで、ちょっと話を問いましたが、戦後のつまり国難の将来とか何かということで書きましたがね、今グローバリズムという妖怪だというふうに書きました。こういう言い方は皆さん学校で習われましたね。今共産主義という妖怪が世界を徘徊しているっていう1948年の共産党宣言がそうだ、マルクスのね。でも今グローバリズムという妖怪が世界を徘徊している。そして結論を先に言いますと、もう40分経ちましたので言いますと、共産主義とグローバリズムは根が同じなんです。これが私のポイントの一つなんですね。だけども今、だから今のグローバリズムというのは、というか共産主義、今でも私は、最大の国難といいますか、それは共産主義思想だと思ってるんですね。日本共産党じゃないですよ。日本共産党は全く共産主義思想が分かってない政党ですから、だからあんなこと言ってるんですよね。つまりもうお分かりですね。共産主義思想っていうのはウォールストリートの思想なんですよ、ね、C さんなんてそんなこと全然思ってないでしょ。大資本は私たちの敵だなんて言ったけど、共産主義っていうのは大資本家の思想なんです、ね、それが今グローバリズムという衣を着てるだけなんですよ。で
皆さんの頭は混乱してきたと思いますね。いやそんなはずはないっつってね、それは我々がそういうふうにマインドコントロールされてきたんですよ。共産主義はプロレタリアの味方だとかね、万国の労働者を団結しろなん、全然そういうことは起こらなかったですね。起こった、ま、あの書いたマルクスだってそんなことが起こるなんて思ってなかったはずなんですよ。彼はそこまでは言ってないと思いますけどね。それはある一定の目的を達成するためのイデオロギーに過ぎなかったわけですよ。つまりもっとはっきり言えばユダヤ民族を解放するためのイデオロギーだったんですね。だからといって私は別にユダヤ陰謀論を唱えてるわけじゃないんです。その頃 の, あのユダヤ民族というのは皆さんご存知ですね。ディアスポラで世界に散らばってた。で彼らは確かにそういう行き先々で差別されてたわけ、迫害されてたんですね。それはその通り。で彼らはじゃあどういうふうにして生き延びたらいいか、金融の力に頼らざるを得なかったということがあるわけです。ビジネスですね。しかしビジネスをやるにしても彼らが対象としたのは全世界を対象にしたビジネスなんです。つまり国民経済じゃないんですね。つまり彼らは国を持たなかったから、だからグローバリズムという思想っていうのは必然的にユダヤ思想から出てきてるんです。でこれは何もそのユダヤ人がどうかという問題じゃなくて思想の話をしてるんですね。これは私たちはそういうのに気づかなきゃいけない。解放思想っていうのありますね、ルソー以降の。あれも誰を解放するのかということですね。で結局ユダヤ人を解放するということなんです。ただユダヤ人を解放するだけでは世界は乗ってこないから、虐げられた人々